こんにちは。先日アップルは公式サイトにおいて日本時間の9月15日午前2時に Apple イベントを開催すると宣言しました。イベントは Apple 本社の Apple Park で開催されるんですけれども今年もオンライン配信のみとなります。今回は iPhone の新モデルなども発表されるようですので期待している人も多いのではないでしょうか。 この動画では、アップルの公式アナウンスと発表内容について見ていきたいと思います。さて、アップルイベントがどんな内容になるのか、公式サイトなどを見ながら説明したいと思います。こちらの動画をご覧ください。こちらはアップルの 925max.com というサイトになります。Apple Officially a n n o u n c e September 1 4 t イベント for iPhone 13 and more えー、っとですね。9月14日に、えー、iPhone 13そして、えー、その他のおに関するイベントを開催しますというふうに発表されています。かっこいいマークですね。Apple September Event is official 公式のものですよとなっていますね。 アップルの9月14日のイベントは午前10時、午後1時に開催されますとなっています。これはあ向こうのアメリカの時間になりますね。日本時間だとお15日のですね、9月15日の午前2時になります。こちらに動画があるのでちょっと再生してみますね。 We are California streaming on September 40th. カリフォルニアのですね、アップのカリフォルニアの本社からあ配信されます。 iOS の15のベータ5ですね。えー、これがリリースされるみたいですね。ちょっと見てみましょう。 If you own an iPod touch and you install iOS 15 Beta 5, you'll be interested to know that you now have a wallet preference panel in the settings app, which is interesting because you know, of course, there's no secure enclave, there's no NFC, but this allows you to quickly toggle expired passes. The app store now shows when you have a test flight version of an app installed, so the beta version of an app. For instance, I have UINK installed. You can see a little yellow dot indicating it is a beta from Test Flight. So if I open up the App Store, go to yoink そしてですね、v e r is installed、View and Test l i h t そしてこちらはですね、Apple イベントで実際にですね、紹介される商品についてもう少し詳しく見ていきたいと思います。9月に Apple から期待されるものですね、それは iPhone の13とか iOS15 のリリースなどと書かれていますね。 テーブルブックコンテンツ、内容についてはこちらですね。Apple は、イベントを9月のいつ開催するか、あとは iPhone 13、a p p l e w a t c h Series 7、iPad mini とエントリーレベルの iPad、あとはソフトウェアのリリース時期と、期待されないことについて、などですね、書かれています。まずこちらが iPhone 13になりますね。 あとはストレージがこう新しくなるみたいですね。ニュー,ー 1TB ストレージオプションになっています。あとは 5G ですね。対応ですね。あとはバッテリーが大きくなるという。あとは A15 チップを中に入っているということですね。そしてこちらがアプローチの新しいものですね。アプローチのシリーズ7です。そしてえこちらは iPad mini とエントリーレベルの iPad ですね。 A15 プロセッサーが入ってるみたいですね、これも。あとはソフトウェアのリリース日について。これは iOS15 とか WatchOS8 とか t v o s 1 5とか MacOS ですかね。そして Watt のツイックスペクトルで期待してはならないことってことですけども、えー、こちらに書いてあるんですけども。M1X ですね。えー M1 の後継チップですけども、これを搭載した MacBook Pro。これはもう少し待たなきゃいけないだろうというふうに書かれています。あと、ラップアップっていうのがありますね。 アップルは明らかに静かな7月と8月の後の9月にたくさんの店を持っています。新しい iPhone から iOS の15のリリースまで様々な本が9月のイベントにぴったりですっていう書かれてますね。まあ9月からですね、えー、いろいろ出していくよっていう感じでしょうかね。そして先ほどもあった iOS15 ですね。このベータ4についてここに書かれています。 以上です。いかがでしたでしょうか？やはり今回の目玉は iPhone 13や Apple Watch 7でしょうかね？どれだけ進化しているか見ものだと思います。また、新しくリリースされる新 os も注目です。ただ、残念なことに m1 チップの後継版の m1x これを搭載した MacBook Pro なんですけども。今回の発表では見送りのようですね。 もう少し時間がかかりそうです。多分次のアップルイベントになりそうですかね。アップルの製品って基本的に価格が高いですよね。しかし一方でアップルの製品ほど人をワクワクさせてくれるものはないかなと思います。イベントはもうすぐですね。楽しみにしながら待ちたいと思います。今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。